近所にあるですね、神社にやってまいりました。ここはね全然人気がないので大好きです。じゃあちょっと初詣したいと思います。おめでとうございます。今年もどうぞ白石秀則をよろしくお願いいたします。ゆるくね、人生楽しく、楽しいことを楽せず追求して、幸せに生きていけたらいいなと思っております。今年も一年よろしくお願いします。はい、先ほど初詣から帰ってきて玄関にカメラを置いたら新年早々落としちゃいまして、プロテクターが割れました。他はねこれ辛いです。はい、今ね一生懸命直してるんですけど、ここのねバッテリーをね挟むね留め金のここがね折れちゃいました。これ一生懸命今不格好ですが、頑張って、自力で直しています。まあ他は大丈夫だったので、まあ撮影には使えそうなので、ほんとねカメラはほんとね、あのこのスモールリグのねこれつけてたんでよかったです。でも逆にこの重さでね落ちちゃったみたいな感じです。はい、新年早々やっちゃいました。でもね、まあしょうがないでね、撮影しながらオリオンビール飲もうと思ったんですが、もう修理しながら飲んじゃってます。今年2020年最初のビールは僕はオリオンザドラフト飲ませていただきました。はい、気を取り直して、修理して、今日も、撮影頑張っていきたいと思います。プロテクターも今アマゾンで頼みました。よし、気を取り直して前向きに行くぞ。乾杯。では、はい、なんとかですね、ここを接着剤で、止めてですね、このカチッというとねこれが止まる部分が折れちゃってたんですが、どうなるでしょうか。はい、治りました。さっきまではもうね止め金がなかったんでねダメだったんですが、はい、治りました。まあでも弱いと思うんでね、取れたらまたアロマまでねくっつけていけたらいいなと思います。よかったよかった。はい、何事も DIY でね、割れちゃったこのプロテクターは先ほどアマゾンで注文したんでね、本当つけててよかったですね。これなかったらまたもしかしたらねもっと大事なことに、なってたかもしれないんでよかったです。はい、はい、というわけで、初詣そして新年早々カメラが壊れてカメラの修理で、元旦を過ごしております。昨日も大晦日話した通り、今年もですねたくさん音楽活動をしてですね、まあ自分のライブは配信とかになるかもしれませんが、ライブもできたらいいなと思ってますし、 YouTube の方もいろんなことを挑戦していきたいなと思ってます。ね、ダイエットとかね、なんか挑戦系なんか考えてるんですよ。なんかこう初めて見たみたいな、で42歳が初めて、どんだけ進歩するかとかね、そういうのもやっていきたいな、なんかその自分のしたいこと今探し中です。言うてもねもう1月16日で僕43になりますので、おじさんライフをね満喫できたらいいなと思っております。皆さんにとってもね本当に今年も健康でね穏やかな一年になればいいなと思っています。僕もね、本当にね負の心って自分が作ると思うんですよ。なので、笑顔を大切にね、毎日毎日、難しいことに取り組む時も楽しみながらね、毎日を過ごせていけたらいいなと思っております。今後ともね、白石秀則よろしくお願いします。ぜひねチャンネル登録高評価の方お願いします。ではまた会いましょう。失礼します。ブン。